皆さんこんにちは遠藤よしこですえーっとはい雑談から始めますえーっといつもあれねあのー、日付をタイトルで youtube にアップしてるんですけどあのー、日付もちょっと言った方がいいかなと思って今日は2018年10月12日ですえーっと 金金曜曜日ですで,金曜小ネタですすネタ今日のー湿度43%だいぶあの70何とかっていう頃を考えるとだいぶ乾燥してきましたねそして私今日だいぶあの首元とかもあちょっと今ボーッとマイク触ってしまったけれども、えー、と首元も温めてますけれども結構寒いんですよね。えー、気温、22. 七度です。あのお天気もよく快適そうです。あこんにちはコメントいただきましたありがとうございます。お続々と入ってきてくださいましたありがとうございますこんにちはえ今日はですねあのえー、っとあそう雑談から雑談からしようと思ってたんだけどあそうあのあちょっと 雑談しようと思ってたちょっとネタをここに持ってくるの忘れてしまったのでまた今度の雑談の時にします。えっ、ー、ともう本題に入っちゃおうかな。あこんにちはコメントありがとうございます。えっ、ー、とだいぶ寒いので実はあの私ホットカーペットっていうか暖房をつけるほどじゃないけどホットカーペットであのき キッッッチンに敷く用のホトトカーペットを私普通にテーブルの下とかに敷いて足元だけ温めるようにしてるんですけどあのうち犬猫がいるのであんあまりホットカーペットでケバケバしているようなカーペット類っていうのは敷きたくなくてお、こんにちは、コメントまままたたたいいただきましたありがとうございますそ,うそんでケバケバしたカーペットとかを敷きたくなくてあのキッチンに敷く用のねあのツルツルとビニール仕立てな感じの。 えー、ホッットトカーペットを,を買ってであのテーブルの下に置いたりとか今はここの下に敷いてるんですけどそんでちょっと足元から温めてるみたいな感じです。ちょっと私結構な寒がりなので、えー、冷え性なので足元からね冷えていくんですけど足元さえあったかくなるとだいぶ違いますよね。で,足元と首,元とねで首元こんな風に温めてますけれども。で えー、はいいい早速始めたいと思いますうんとちょい、はい、今日はねなんかいろいろちゃんと時間内に終わるのかなって感じなんだけど時間内とか言ってもいつもまあ1時間以内を目指してるんですけどね Facebook だと1時間半ぐらいライブはできるらしいんですけどまあとにかくえー、っと今日はあの 秋飾り的なものを作ろうと思っていてその中でも、まあ、このシェーカーカード、えー、とちょっとねあのこの間のシェーカーカードと少しあの変,わ変わったというか中身がこういうあのキラキラヒラヒラっていうサワサワというようなやつに変えたんですけど。えーと これは音自体はしなくてあの、えー、っとビーズとかんスパンコールみたいな飼育員とか入れるともっとパラパラシャカシャカ音がすると思うんですけどあのその音が好きだっていう人もいればその音が嫌だっていう人もね中にはいるんですよね私この間初めて知ったんですけどであのこれは音は鳴らないんだけどあの、まあ、軽くてしかもその周りのフォームテープとかにくっついちゃってもむしろ くっつくとこう周りが周りにキラキラがついていいなっていうようなものなんですけどこれはまた後であのでゆっくり説明しますがあのこれもう廃盤になっちゃったやつなんですよねこのゴールドグリッターフレークっていうやつあのこれ去年のクリスマスシーズンだったと思うんですけどこれ。 が販売になって最初は別に興味なかったんだけど他の方がね使ってるのを見てちょっと私も使ってみようかなと思ってちょっとちまよって買ったタイプのやつなんですよ。でちまよって買ったんだけどあの全然使いこなせずに終わってしまったみたいなやつであの一つ一個一個貼る となるとそれはそれでちょっと大変っていうかあの小さすぎて大変だしかといってこう糊とかでこうバーッとつけてその上にワーッと、あのー、振りかけてのりにつけるとするとなんかぐしゃっとねこう固まり具合がすごい汚い感じになってしまって私はあんまり好きじゃなくて全然使ってなかったんですよね。でなんかふと このシェーカ,ーカードに使えばいいいんじゃないとかって思って思で、えー、しかも秋っぽい感じであの落ち葉のね黄金の落ち葉みたいな感じのイメージで使えるのではないかと思いまして、えー、こんな感じで今回これを入れてみました。で、えー、それに入る前に、えー、秋のイメージっていうかあんまり秋のカードってまあ皆さん作ってることは作ってるって だけどどちらかというとハロウィンの方にこう傾きがちだったりとかする傾向があるかなと思ってちょっと違う視点で今日は秋物を捉えててみようかなと思ってるんですよねで,でもなんかそのアメリカの秋のものと日本の秋のものっていうのはなんとなくちょっと違って。 えー、とアメリカだとこういう感じのカントリー風なものだったりとかを、まあ、秋を連想するものだったりとかするんですけれども、まあ、日本の場合はもっとこう食べ物とかそういう食べ物とか,なんか,か,か柿とかサンマとかあのそういうものなのかなと思っていろいろ私今回秋,秋のものこう日本の秋のものとアメリカの秋のものとあの実際うわーっとリストアップしてみて。 で皆さんもそういうふうにしてみるといいと思うんですけれどもその秋といえば例えば日本だったら食べ物であのー、サンマーとかキノコ栗とか柿とか梨とかリンゴとかそういう果物系とかでそういうのをこうリストアップしてみると自分が持っているスタンプであそういえばリンゴあったなとかあとなんか柿は、ね、あのー、このパンプキンを柿っぽくして飾って秋のー、こう飾ってこう秋の 柿ですみたいな感じでカード作ってくださってる方とかもいらっしゃるので書きみたいな感じでやってもいいと思うしであとはその日本だと、まあ、紅葉でもあの、まあ、に日本でもアメリカでも紅葉とかはあると思うんですけどあのそういう。 山,山の紅葉だったり葉っぱの紅葉だったり木の紅葉だったり、まあ、いろんなイメージが作れるんじゃないかなと思うんですね。あとなんかあんまりアメリカであのないなと思ってるのが、あのー、日本でいう秋のコスモスね。コスモスってあんまりアメリカではあのーまあ、見ないわけじゃないんだけどあんまりその秋といえばコスモスみたいな感じのイメージがないので、あのー、なんかデイジーのね ええとスタンプだったりとか。あとパンチ私は持ってないんですけど、そういうのをあのコスモス仕立てにして使ってもいいんじゃないかな？とかいう提案とかもできるかなと思ってます。あのピンクとかでね。あの作ったりとかするといいんじゃないかなと思って。ちなみにコスモスとデイジーとどっちどう違うんだろうと思って、それもググったりとかして調べたんですけど、あの花だけを見るとほとんど同じなんですよね。そんであの？ まあ葉っぱとかが違ったりとか、まあ、いろんな種類があるので何、あのー、とも言えないんですけどでもあの区別の仕方としては葉っぱで結構区別するみたいな感じで、あのー、お花自体はそんなに大きな区別がないみたいなのでコスモスみたいなのを使ってもあの秋のこうカードだったりとか飾り物としてコスモスをあの使ってもいいんじゃないかなとか思ってます。 あとまあ日本だと日本独特でいうとススキだったりとかあのそういうものはあのこう朝みたいな感じのものをこうケバケバさせてもいいかもしれないし何かどなたかがそういうのをやってたような気がするんですけどススキとかをやったりあの月見とかあとスタンピングアップでは全然出てきてないんですけど胃腸なんかも胃腸のスタンプが出てくるといいなと私は内心思っていてあのペーパートレイン,インクですごい綺麗な胃腸のスタンプが あ,のあったりとか今今もあんのかどうかわかんないんですけどあったりとかしてあのそういうのがスタンピングアップとかでも出てくるといいなと思うんですけれどもそういうあの自分で、えー、そういうのをリストアップしてみて、えー、そのカード作りだったりとか飾り物作りとかをあのどんどん。 こう発展させていくといいんじゃないかなと思ってますであのその発展させる過程としてその、えー、と色とかもこう秋といえばこんな色とかそういうのもあると思うんであのそういうのもこうリストアップして、えー、やっていけばいいと思いますで、えー、とそれを全部こう私リストアップ何個してるんだろうこれ日本のやつだと三十個ぐらいリストアップしてて でアメリカのだとアメリカでも30個ぐらいあのアメリカの秋といえば日本の秋といえばっていうのをこうあの30個ぐらいリストアップキーワードをしているんですけど あのその中からいろいろ趣旨選択して、えー、カードとかあのこういうのをデザインしていけばいいんじゃないかなと思ってます。えー、すんごい前置きが長くなってしまいましたがそんでなん、えー、でこういうのが秋っぽく見えるんだろうっていうのをちょっとあの考えてて、えー、まあ紅葉とかね葉っぱとかは分かりやすいと思うんですけどこういうチェックとかあとなんかまあこの間水曜日この。 これを作ったんでですけどワークショップでこういうふうにやれば秋っぽくなるよとか自分で言いつつ何でだろうってずっと考えててであのちょっともうそのアメリカの秋といえばあの収穫みたいな収穫の秋みたいな感じがあって収穫といえばあのカントリーっていうかあの田舎の畑とかあとあの そう農家みたいな感じのイメージだったりとか、まあ、収穫のイメージがあるのでそのカントリーといえば。 その古びた感じの木材とかあのちょっと泥とかそので汚れた感じとかそういうのがすごく連想さ,せさ,されるからこういうのが秋っぽく見えるんだろうなっていうふうに私の中ではちょっと分析しました。で、えー、っとすんごいすんごい、えー、っと前置きが長くなりましたが、えー、そういうのをちょっとこう頭になんとなく置きつつ いいろいろ秋のものを作っていただくといいんじゃないかなと思っていますがなかなかねブログにそういうのを書くともすごいドワッてまた私いつも長文になってしまうのであのさらに長文になってしまうのであれなんですけどそんでえっ、ー、と一応今回このシェーカーカードなんですけどあの最初はこの普通にこれ 6×6 インチのペーパー。 ベリーバニラを使っています。あのベリーバニラっていう色自体も、まあ、クリームがかかって。いて、あの。まあ、秋口とかに。こう、使う。時に、まあ、温かみがあって。 いいいということで、あのー、このぐらいの季節からはやっぱりベリーバニラを使う傾向が皆さん多くなってくるんじゃないかなと思うんですけれどもそれとあとあのデモンストレーターのキットの中にあのスターターキットの中に12インチのベリーバニラのペーパーが入っていて、えー、今回水曜日にワークショップに来ている方は最近デモンストレーターになったばっかりでそのキットが手に入ったばっかりだということもあってこのベ,ベリーバニラの12インチから、えー、この半分に。 えー、6インチかける ×12 インチを切り出して大きなカードを作りましょうっていうことで、えー、ちょっとワークショップをしましまたところがこれね結構そのベリーバニラと、まあ、ウィスパーホワイトっていうのはあのスタンプするのにはすごくいいしあの値段的にも手ごろなんですけど普通のこの色のついたカードストックと比べると厚みが違ってちょっとあの。 まあ柔らかかいいいというか薄いんですよねなので、えー、これだけいろいろコテコテつけてしまうと結構なんか重みが、あのー、あってそのこの前側だけ重みがあってで後ろ側がちょっと重みがなかったりとかするとちょっとこう心もとないというかちょっとこういうふうに立てた時に立ちにくいなと思ってでえっ、ー、と飾りにくいなあと思ってどうしようって思ってたところに。 イーゼルっぽくしちゃえばいいんじゃないのと思ってもう一つこれ実は6インチをこんな感じでペタッとここ1インチのスコアラインを入れて 6×6 インチもう一つこうペタッとくっつけてるだけなんですけどこうやってであのこんなこんな感じでパタンパタンとこう畳めばあのこう送れるしそれでえっとまあ飾るときは。 ここに何か止める何出っ張りっていうかねディメンショナルでこう出っ張りとかしてこう止める何かを作ってもいいし別に何もなくても、まあ、この程度だったらあのそんなにいいんじゃないかなと思ってこのままにしてるんですけどでなんとなくテーブルに置いてる感が。 あってねこのちょっとなんかコースター的な感じのテーブルクロス的な感じとも取れるしでこういう風に飾れるというのがあの、まあ、今回のこの仕組みなんですね。このなんでえっ、ー、とそれが一つとでえっ、ー、とある程度のところまでは今日はちょっと一緒に作っていこうと思ってるんですけどあの今回。 ファームハウスフェスティブファームハウスという、えー、ペーパー,ー DSP があー秋冬カタログから出ているんですけれども、えー、その中のその中にはね結構チェックとかが多くってすごく使いやすいセットになっていますうんとちょっと今すぐ出てくるかしらよよこれかなこれっぽい感じなんだけどこれですね なんかあのー、結構あれこれかなこれだよね多分ねそう。 えっと、一応クリスマスものなんですけど、あのチェックものが多くて、で、えっ、ー、と、こういう文字は完全にクリスマスっていう文字が入っているので、絶対クリスマスな感じだけど、あの他のものは他の季節とかでも使えたりするようなペーパーになっています。そんで、これをちょっと秋っぽくするために、えー、まあチェックだったら何でも秋っぽいかなとも思うんですけど、あの、まあ。 秋っぽさを演出するための一つのポイントとしてはあの先ほどちょろっと言ったように、えー、ちょっと、まあ、汚すというか私はあんまり汚すのは面倒くさくてしない人なんですけどあの、まあ、これはクランブルケーキクランブルケーキってなんかこうモソモソした感じのケーキなんですけどね中にこうチェリーとかのなんかあのスタッフィングみたいなのが入ってるやつなんですけど。 えー、クランブルケーキぐらいの、まあ、色が一番使いやすいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、茶系とか他の色でも結構いいんですけどねこれはあの100均で買ったあの、えー、初期用スポンジを半分に切ったやつです、えー、私これを普通に初期用にも使ってるんですけどねあのこ,れこ,これをというよりこれと同じあのスポンジをね使ってであの、まあ、ちょっとこう。 あの汚したりとかすると、あのー、まあちょっとカントリーっぽい感じの、あのーまあ、農作業してましたみたいな感じの雰囲気が出るとそんでその、まあ、秋といえばみたいな感じの話に、えー、ちょっと戻るんですけどまあアメリカの,その農作業といえばこういう、うん、なんかチェック模様の。 柄であったりとかあとかあデニムです、ねあのー、やっぱり作業服でデニムでこう作業をしたりとかすることがまあ昔は多かったので、あのー、そういうデニムとかそういうのもすごくこう秋,秋口から冬にかけて その収穫収穫といえば秋といえばみたいな感じで、えー、デニムなんかもすごくあの秋っぽい感じになると思います。でなんでチェックが秋っぽいんだろうとか農作業っぽいんだろうと思ってちょっとそれも調べてみてたんですけど何がこう起源なのかなと思ってでなんかあのフランネル生地とかそういうのを でなんかこのペンドルトンとかいうブランドがあるんですけどねあのそういうところがこう出したやつがすごくヒットしたりとかして丈夫だしあったかいしみたいなあのそういうのもなんかこうあのそれでそう,そういう業界の人たちあのカントリー風とかカウボーイ風の,あの人たちに人気が出たみたいなことが書いてあるのでそういうのもあるのかなみたいな。で えっとちょっとだけ色付けをしたりとかあとそんでえっとここの今回ここのところは、えー、クランブルケーキのペーパークランブルケーキのペーパーをこう使ってるんですけどまあよくあるタイプのこのミリ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 っとこう周りを破いてでスポンジをこの場合はしてるんですが今回はちょっと。 えとこれにプラスアルファで、えー、ドライエンボスをしたいと思はまあ,あのちょっと木目調のものとかを使ってみてもいいかなと思ったりあとはのキルトトップというエンボスフォルダがあるんですけどあのキルトっぽい感じもちょっとこうカントリーさんが出るんじゃないかなと思っているのであのキルトな感じでエンボスをしてでメリメリメリっとこう。あのー 破って色付けしてで、えー、ここの後ろ側にやる感じでもいいかなと思いますちょっとドライエンさんあんまり今まで、えー、動画でやったことなかったのでちょっとやろうと思ってるんですけど、えー、こっちの ウッドプランクとかかいうやつかな、えー、と木目のやつは結構分厚くてこっちはあのキルトのやつはすごく薄いんですけどその区別っていうのはあのご存知の方も多いかと思いますがこのこれエンボスフォルダのーのページですね年間カタログの。で、えー、と分厚い方はえ「ダイナミック」という風な文字が書いてある。 ものですねダイナミックエンボスフォルダーでそうじゃないやつは普通のエンボスフォルダーでえここに色分けがしてあってで、えー、とダイナミックの場合はこの薄いピンクになっているので、えー、そういう場合はちょっと厚みのある、えー、エンボスフォルダーになっています。でえっ、ー、とビッグショットにゴそんでえっ、ー、と薄い方を使う場合は。 あーちょっとマグネティックプラットフォームは使えないので、えー、と本来ビッグショットを買うとついてくるこの、えー、プラットフォームを使うんだけどエンボスホルダーをする時はこの薄っぺらいあのプレートは使わずこのプラットフォームとあとこの。 プラスチックのやつ2枚を使います普通のエンボスホルダーの場合は2枚使うけどダイナミックの場合はこのプラスチックのやつ1枚だけ上にのっけてこんな感じでえー、と1枚はっと、えー、まずに使います、まあとにかくちょっとベラベラ喋っちゃったけど今日はキルトな気分なのでキルトトップを使おうと思うので薄っぺらい普通のエンボスホルダーなのでえっ、ー、と。 このプラスチックのやつ2枚重ねてこんな感じでグリ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 合ってる合ってるねそうそうあのー、入らない場合は確実に入らないのであのー、はいでこんな感じでキルトな感じで、えー、できましたこれではちょっとまた戻してこんな感じはいそんでえっ、ー、と このままでもあのこのこまま普通にこうやって着色したりとかしてももちろんいいし、えー、これをビリ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 っとこうあの端っこをこんな感じで、まあ、全部破ってもいいしこれは全部は破ってなくてこっちとか破ってないんですけどあの面倒くさくなっちゃってあの <laughs> 全部じゃなくてもまあいいかなとは思いますよね。あのでちょっとこう なんかスプレーとかこうしてヨレヨレヨレってさせてもいいと思うんですけどあのちょっとあの使いましたみたいな感じの雰囲気を出しても出させてもいいと思います。えー、とであとね昨日これをちょっと考えてる時にふと思ったんですけどあのラスティックとあとシャビーと。 あとヴィンテージと何が違うのかなと思って、あのー、こう調べてたんですけど一応違いはあるんだなということが分かり、あのー、なんかあ今説明できるかな えっとまあ、似たような感じでこういうふうに、えー、ちょっと古びた感じを出すのは全部3つとも同じなんだけれども、まあ、ヴィンテージはもうちょ,ちょっと高級感のある感じの古びた感じがアンティークだったりとかそういうイメージでで、えーっとまあ、実際にふふ古いものとかそういう感じのが あのヴィンテージ年代物っていう感じのがヴィンテージというイメージなんですけどあのシャビーシャビーなんかシャビーというよりシャビーシックっていうっぽいんですけどねあのどちらかというとフランス系なのかなシャビーシックっていうのはねあのちょっとガーリーな感じのニュアンスも入ってたりとかするのがイメージ的にシャビーシックなのかなと思います。で えと私が一番、うん、これ好きだなと思うのはあともう一つなんだっけヴィ、えー、ンテージじゃなくてシャビーシックじゃなくて、えー、とラ,スティックラスティックっていう感じのまあ部類というかそれはもうちょっとこうナチュラル系っていうかねえっ、ー、とあこれスタンプしようと思って忘れちゃったまあいいやえっ、ー、と <laughs> あのスタンプしてから ドライエンボスをかけようと思ったたんですけど忘れちゃいましたう今からでも間に合うかな今かな今らちょっとやってみましょうかね。で、えー、とラスティックっていうのはもうちょっとこうあの植物とかナチュラル系のものがあこうメインに出てくる感じのものがラスティックっていうようなイメージなようです。えー、とこっちの前のやつにはこうプレーンだったので。 プレーンだったのでちょっとなん,かなんとなく物足りないかなとふと思ったのであまり私もそんなに、あのー、こう汚したりいろいろやる人ではないんですけどちょっとこんなあのスタンプをしてみてもいいんじゃないかなっていうあのキルトのやつをドラエンボスをしているので。 えー、ゴツゴツなったところにはインクがつかないっていう効果も出てそれはそれで悪くないかなと思いますね。で、えー、とちょっとこう周りっ側にちょっとごめんなさい。いらない紙を、えー、とちょっとスタンプしたところがのぞくようになんかこんな感じで。 ちょっとスタンプしてみたりなんかしてで、えー、ちょっとなんか文字なんかも入れてみたりとかしてまあ、こういうふうにあのバッグになんとなく入ってる文字っていうのはあんまり意味が分かんなくてもまあいっかみたいな感じがするので、あのー、そういう意味では楽かなと思いますね。説明をしなくていいのでね。よいしょこんな。で、えー、とちょっと文字が入ってるとかっこいい的なやつですね。はい でこれがここの裏に裏に持っていく用のやつとして今ちょっと作りましたこんな感じでね。はいで肝心なこのえー、っと四角いえー、っと四角いシェイカーカード。 なんですけどこれはあの3インチかける3インチまあ6インチから、まあ、6インチのペーパーの4分の1ですね3インチかける3インチのペーパーからあの四角を大カットしてはい大カットこれかなこれを大カットしてやっていますちょっと大カットに行きます。 まあ三十一分ね、はい。で、はい。それで、大カットをして。まあ、真ん中でも真ん中じゃなくてもいいと思うんですけど、これは特にステッチを。はかかってないタイプの。台を使ってます。ステッチのものでも全然、もちろんいいと思います。よ。で。よ よよよよよよよっよくあ嘘さっきねちょっとあれだったからあのエンボスフォルダーを使っていたのでマグネティックプラットフォームに変えますよいしょでよいしょなんかこんなちょっと厚着をしてしまったけれども ライブをし始めるとなんかだんだんこう自分が興奮してくるのかすごい熱くなってきましたね。よよよよよよ,よ,よはい。でこんな感じでえー、っと大イカットをしました。であともう一つあしまったえー、っとあそうね。 うーんとこれかねアクリルシートをカットしますがえー、っと一応これが 3×3 のペーパーで、えー、その下にこのアクリルのシートをこうやってくっつけるわけですが。 まあ、えっ、ー、と結構3インチかける3インチ、まあ、ギリギリにえー、だからまあ2点 2. 8えじゃうんーと何点って言えないねえっ、ー、と2と2と8分の7かける2と8分の7ぐらいまああの23ミリ この四角より小さいサイズで、えー、私は切っています。えー、というのはまあ重ねた時によ重ねた時に、えー、このシートが見えないようにというのとあとギリギリにした方がこのこれ1枚だけだと結構ペラペラなのでシェーカーカードにした時にあのちょっとこうアクリルシートの。 強度が支えになって、えー、こうなんか浮かせた状態になった時に支えになって、えー、丈夫っていうか頑丈になるということでこういう風にやってます。で、えー、とこの間はあの丸いシェイカーカードを作ったんですけど四角でシェーカーカカドを作った方が断然簡単ですえー、と、まあ、原理はこの間と同じわなわけなんですけど。 よいしょこんな感じでくっつけてで私自身はこのせっかく大カットしたやつがもったいないのでここの下につけちゃってるんですけど、あのー、別に違う色にしてもいいと思うし例えばなんかこっちに直接こういう風にやってシャカシャカ鳴るような感じにこう、まあ、下に模様がつくような感じにしてもいいと思います。 私はこうちょっともったいないからこういうふうにしてますっていう感じで。で下に四角があった方があのフォームテープをつけるときにまあ位置決めっていうか貼る位置がすごい分かりやすくわかりやすくなるうんわかりやすくなるので私はこれをやってます。他にやり方としてはこっち側にフォームテープをつけてこういうふうにくっつけるという方法もあるんですけど。 まあどっちでもやりやすい方法でいいかと思いますね。この中身の入れ,入れる時にちょっと入れにくくなるかもしれないけどそういうふうにやると。はいで、えっ、ー、とまあどうしようかな。こんな感じにつけようかなーと。どういうふうにしようかな。えっ、ー、とちょっと位置決めをまあなんとなく考えて。 うーんと私の中ではこれが、まあ、あんまりど真ん中になるよりかはちょっとあのこのフレームが少し脇にそれた方がいいかなと思ってるんですけどフレームとかそうね脇にそれた方がいいかなと思ってますこんな感じにしとこうかななのでこの辺につけようと思いますよいしょ で、よこんな感じだったかしら。ちょっとこの辺につけようと思いますとか言いつつよく覚えてませんでしたよこんなこんなこんな。と。そんで、えっ、ー、と、この四角フォームテープ。 おおおあ、こんにちはとコメントをいただきましたありがとうございます。こんにちは。はい、このえー、っとストリップなんちゃらなフォームテープですね。でこれを貼り付けます。この時にこの、えー、四角ギリギリに、えー、貼ってしまうとこっちからあ見えてしまったりとかするので、少しんーどのぐらいかな。 2, 2ミリぐらい1 2ミリその四角から離してピトッと貼っていきますでこの長い状態で私は貼っていった方が長さ調節がしやすいんじゃないかなと思ってますこんな感じで、えー、貼りながら切っていく方がうーん貼りやすいんじゃないかなーと思ってますで無駄もなくてねんで その四角からまあ一二ミリ離して貼っています。よいしょ。チョキ。で、えっ、ー、と最後少し余るんですけど、余ったらまあちょっと取っといておいて他のことに使えるかもしれないから取っときます。こんな。 ほんでうーんと、まあ、ここの中にねこう文字とかスタンプとかしてこうわらわらわらってこうこのシェーカーが下に落ちたら何か出てくるとかそういう感じにしても全然いいと思うんですよね。今回何もしてないですけどあのいろいろアレンジができると思います。ほんでこんな感じのイメージね。 でも、あのちゃんとシェーカーを入れるのを忘れないようにしてください、中身をね。で、私はこの剥離紙を、あちょっとビッグショットから離れてなかったですね。見えにくかったですね。ごめんなさい。はい。えっ、ー、と、この剥離紙を、ちょっと途中でもしかしたら見えてなかったところがあったかな。はい。 剥がしてしまってからまあこれを入れるんですけど結構な量を入れますんで、メリ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 ーっと結構入れてますよねでもさっさと使ってしまいたいっていうのもあるんですけどなかなかなくならないのでね、えー、でもこれを機になくなってくれるかもしれない結構入れています でフォームテープにくっつかないように、まあ、気をつけて、まあど後からフォームテープの剥離紙取った方がやりやすいのかなもしかしたらやりやすいかもしれないです。そんで、えー、っとここから上からビトッと貼るわけですね。よっ。 でこういうフレーク状のものであればあのこの周りにフォームテープにくっついちゃってもむしろねそれが結構かわいい感じになるのでもしなんか100均とかでフレーク状のものとかがあれば是非そういうのをちょっと使ってみていただければと思います。でなんか私の場合はこういうふうな状態にしてから結構葉っぱとかをつけていくんですけどあの葉っぱもおまあ前ちょっとインスタとかかなであの 書いたりとかしてますけど何かこう歯切れが出たらとにかく葉っぱをとにかく大カットしておくとまあ、こういう風な時に「えー、何つけよう?」とか言ってポイ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 ってくっつけてみたりとかであの例えばゴールドのものだったりとかあのなな葉っぱ全体があの大カットできないようなものでもこう一部だけ。 でも大カットしておくと、まあ、これこれとこういうふうに重ねたりとかしてあの別に全部が必要なわけじゃないのであのとにかくその歯切れを、えー、この大カット全体を必ずしもカットしなくてもいいってことですねこんな感じで、えー、使ったりとかすることができるのでとにかく葉っぱをあのよく使う葉っぱをあの自分の中で、えー、ちょっと開拓していただいて、えー、とにかくいっぱい えー、カットしておくとこうしかもね色もなんかこんな色使わないかなとかって思わずにいろんな色をは切れをとにかくあのカットしておいて置いておくとあの意外な組み合わせとかが見つかったりとかするかもしれないのであのいろんな色で大カットをしておくといいと思います。あのあこの色で大カットしようと思って こう自分の想像の方が先に立ってしまうとあの意外性がなくなってしまうので、あのーこうまあ、とにかく最初からいろんな色の大カットを置いとくといいと思います。あと、あのー、一応このベルムなんかちょっと足りないなとかいう時はベルムとかをおじゃんじゃん使っていただいてそれも葉っぱ、あのー。 こんな感じで使っていただくとあの向こう側がすごい見えたりとかこれなんかはすごいこのねキラキラがこの葉っぱにいい感じで反射したりとかしてあのすごく綺麗に見えるんですよね。あとはこのレーザーカットの、えー、このお花系もあの上手に使っていただくといいんじゃないかなと思います。あのこう ちょっとこういういいに見えるだけでで結構可愛いの,であのそういうそのお花だからといって、えーまあ、春だなとか思わずにあのいろんな季節に使えるんだなということを見ていただければと思いますレーザーカットのペーパーの場合はこっちがベリーバニラでこっちがあのウィスパーホワイトになってますので、ね、ベリーバニラとか使うとあのすごく、うん、クリームがかってて綺麗になるんじゃないかなと思います。えー、と金色色ってていうののは結構秋の色としては はすごく、あの使いやすいのかなと思っていて。あのー。やっぱり、こう。木漏れ日とか。うんと。あと。落ち葉とか、そんな感じのイメージだからでしょうかね。なので、金色のものを、何か。あのー。こう、こうペーパーでもー。エンベリッシュメントのポチポチとかでも、あの金色のものを何か持っておくと。 あ,あとあれですねえっ、ー、とリボン系のものとか金色のものを何か持っておくとあのすごく重宝するんじゃないかなと思うのとこういうあのバーラップ系の朝系のものとかあのウッドのものをこうちょっと取り合わせると秋の装いになるのではないかと思います。えー、と あとチェックもねこのチェックを使ったからあの別のチェックが使えないかっていうとそういうわけでもなくってこうチェックにチェックを持ってきても結構可愛かったりとかするのであのそういう何でもありっていうかごちゃごちゃごちゃっといっぱいくっつけて私あんまり盛る方ではないですけどあの結構秋はこうやって盛ってもあのなんか温かみが出ていいんじゃないかなというふうに思います。なので、 そんな感じでちょっとまた違った観点で参考になっていただければと思います。ちなみにこれはあのギフトボックスあのボックス自体はスタンピンアップから出てるやつです。で、えー、と周りをくるんと巻いただけなんですけどあのなんかおやつとか入れて秋のおやつを入れてあので、えー、と出し入れはねここでする感じに。 なるのでいちいちこのこベルトを外さなくてもいいというか私その出し入れをするときにこのなんかこうリボンをほどかなくちゃいけないとかそういう,こう相手に一手間をかけさせるのがあの自分もめんどくさいしあの相手にとってもめんどくさいんじゃないかなと思って <laughs> 思っちゃってあんまりこうあのその開け,開ける場所とは別のところにこういう。 のを持ってきたりとかして、まあ、あの取ろうと思えば取れるみたいな状態にしておくと他のことにも使えたりとかするかなと思ってこんな風にちょっとしてみましたすごくこれも簡単ですのでねあのちなみにこれは、えー、とこれは六インチかける6インチのカードだけどこのペーパー自体は五、えー、と二分の一、五と二分の一かける5と二分の一なんですよねでそれを二枚取ったのでうんと 1>, 1インチ残ったんですよ。その1インチ残ったやつをこれビローンとここに、えー、巻いてます。なので例えばこのカードとかと、えー、このギフトと一緒に添えてどうぞみたいな感じね。そんな演出はいかがでしょうか。ちょっとまたあの前置きのみならずあの前置きの反対って何ですか。あとあ後置き？き <laughs> 後書きみたいなあと書きじゃないもん。なんて言うんだろうあの。 プロローグあプロローグまあなんかちょっとよく分かんなくなっちゃったあのもう一回あの用語を調べ直してまたでん直しますそれではそんな感じで、えー、皆さんも秋を楽しんでいただければと思いますそんなわけでまたお会いしましょう。